メルセデスベンツ SL クラスメルセデスベンツ R231 メルセデスベンツ R231 はドイツの自動車メーカーダイムラーが生産し同社がメルセデスベンツブランドで展開している6代目 SL クラスのコードネームである2011年7月のデトロイトモーターショーにて発表されたダウンサイジングされた新型エンジンが搭載されている他 AMG バージョンも設定されている。メルセデス・ベンツ量産車初のオールアルミモノコックを採用し、先代モデルから 140kg 軽量化された。R231 はアルミニウム製、スペースフレームが採用され、先代より全長と全幅は、それぞれ 5cm ずつ長く広くなり、4612mmX1877mm となった。 仙台に引き続きバリオルーフが採用されたほか、マジックスカイコントロールとパノラミックバリオルーフが、AMG SL63 に、標準装備 SL 350、SL350、SL550 は、オプションで採用された。新機軸が他にも盛り込まれており、ワイパーブレードに開けられた複数の穴から、ウィンドウウォッシャーが吹き出す。 マジックビジョンコントロール、リアバンパー下部に足をかざすだけで、トランクが開く、ハンズフリーアクセスが搭載されている。ニュー、メルセデス SL, topgear.com。2011年12月18日閲覧。メルセデス SL ファーストルック、insideline.com、e。2011年12月18日閲覧。ウェルシュ、 ジョナサン、SL ルーフジェネラルインフォ、ウォールストリートジャーナル。ザ・ウォールストリートジャーナル、http ブログス、wsj.com、ドライバーズシート、2011、12、16、ニューメルセデス SL ロードスターゴーズオン、セールディススプリングスライドショーハット、メルセデスベンツ、オールアルミボディの新型、SL クラスを発売。2012年3月20日閲覧。 新型、メルセデスベンツ SL65AMG 発売。2012年8月29日閲覧。メルセデスベンツ SL クラスの装備内容を大幅に、充実メルセデスベンツ日本株式会社。 http://www.mercedes-benz.jp スラッシュニューススラッシュリリーススラッシュ2013スラッシュ201308071 PDF 2013年8月8日閲覧メルセデスベンツ SL クラスの装備内容を大幅に充実メルセデスベンツ日本株式会社 http://www.mercedes-benz.jp スラッシュニューススラッシュリリーススラッシュ2014スラッシュ201408051 PDF 2014年8月7日閲覧白黒で決めたメルセデスベンツ SL クラス限定発売2014年8月24日閲覧 SL の装備内容を大幅に充実。メルセデス・ベンツ日本株式会社。http://www.mercedes-benz.jp:/news/release/2015/201508202pdf2015 年8月20日閲覧。s l 3 5 0ミ m m リア4 1 7を発表。 メルセデス・ベンツ日本株式会社、http:/www.mercedes-benz.jp:/news/release/2015/201508201pdf2015 リリ年8月20日閲覧 SL63 ワールドチャンピオンシップ2014コレクターズエディションを 発売メルセデス・ベンツ日本株式会社、http://www.mercedes-benz.jp:/news/release/2015/201509241pdf2015 年9月25日閲覧。新型 SL を発売メルセデス・ベンツ日本株式会社。 http://www.mercedes-benz.jp:news/release2016201606022pdf2016 年6月2日閲覧ありがとうございます。